ルイス王子、フランシスコ・デ・ゴヤが、1783年、ルイス・アントニオ・デ・ボルボーン・イ・ファルネシオは、スペインの王族、トレド大司教及び、第13代チンチョンハク。スペイン王フェリペ・ゴセイと、王妃・イサベル・デ・ファルネシオの三男として、マドリードで誕生した。幼い頃から聖職者として養育され、8歳で、金曜も騎士団員、トレド大司教、ローマのサンタマリアゲル、 ラスカラ教会の数奇教となった。数奇教となった世界最年少年齢としてギネスブックに記載されている。1759年、イボアニフェルナンド6世が着手のないまま死ぬと、ルイスは減続して王位につくことを夢見た。彼は、ドーボアニカルロが当時ナポリとシチリアの王位に、フィリッポがパルマ港くらいについていたことから、スペインにいる王位継承者は、 自分だけだと主張したのである。このため、カルロス三世として即位した兄に疎まれた。カルロスは空位となったナポリとシチリアの王位を自分の次男フェルナンドへ与えた。ルイスは兄によってマドリードの宮廷から遠く離され、国内で流刑同然の状態に置かれた。1776年頃、アラゴン貴族の女性マリア・テレサでバラブリガと帰戦結婚し、三種を設けた。 アルカラデエナーレスの大司教官、トレドの数奇教にして、スペインの王子ルイスの文章ルイスは、芸術と文化の愛好者であり、ルイジ・ボッケリーニや、フランシスコ・デゴヤの被護者であった。ありがとうございます。